こんばんは、仰天ゆりなです。こんばんは。今日はゆっくりしました。今日はゆっくりしました。もう僕隊はあと1週間で覚えないといけないんですけど、まだちょっと全然進んでない、進んでませんね。ちょっと今日はしかね。久しぶりのこの前髪みんな感じ見て、今日まつげは まつげが紫。なんかめっちゃ顔反射してるね。あ、こうすればいいんじゃない？どうなんだろう、あんまよくわかんないけど。そうですね。今日ね、後で載せようと思ったら、さっき晩ご飯をね家族で食べに行ってきたんですよ。なんと味覚さんに行ってきました。骨付き鶏を食べてきました。そう、さっき帰ってきて、そう今日は味覚さんに、昼はねプラメで書いた花丸うどん食べたんですけど、夜は味覚さんに予約してたんで味覚さんに行ってきて、さっき帰ってきました。羽根付き鶏を食べてきました。めちゃくちゃ美味しかったです。みんなにもね、羽根付き鶏結構おすすめしてるんですけど、一回毎回こう香川に帰ってきた時は絶対食べるんですけど、絶対予約は取ってます。あのね、あそこ予約取らないと本当食べれないんで、特に今のこういうゴールデンウィーク中とかは特になので、絶対にね、その私が銭形の時かな、皆さんにも行くんだったら絶対よく取ってくださいねって言ったと思うんですけど、本当その通りで、予約取らないと本当席ないんで、基本私たちが行った時も全部予約席になってて、全部予約席だったので、そう、テイクアウトもやってます。そう、あそこのなんだっけ、店長さんって言うんだっけな、そう、なんかこの前香川に帰ってきた時に、まあ食べに行って、あ、食べに行けなかったの、テイクアウトにして、その時になんか名刺を渡したの、ふるさと応援大使の名刺。そしてそのふるさと応援大使の名刺をさ、レジのところのさ、ポスターをさ貼ってくれてるところに貼ってくれてたわ、名刺も一緒に。で最後ごちそうさまでしたって言って言ってたら、店長さんかなが出てきて、
みたいな、なんか覚えてくださってたっぽくて、なんかちゃんとあーみたいな感じしてくださって、ありがとうございましたみたいな、超笑顔出て、はい、できましたね。そう、めっちゃ嬉しいでした。でも、うん、いや地元のスターっつっても全然あの地元でこれで歩いてますけどね、私めちゃくちゃこれで歩いてます。今日も全然これで普通にショッピングセンターとか行って、全然わかんないですよ、全然わかんない、気づかないもんですしね、そういうのは全然全然気づかない、わからないですです。いや全然気づかれない、全然わかんない、そんなことはない、ただの人やから。意外にさ普通にさ分かんないもんだよ、ね、私なんか東京に住んで結構経ちますけど、なんか芸能人とかマジ見たことないんだけど、なんか本当にさ、でもさ人によってはさなんかさどこそこのさ駅のとこにさみたいな芸能人いたよとかさ、なんか芸能人普通にスーパーとかにいたよとかって言うけどさ、その辺の庶民的なスーパーじゃないけどね、いいスーパーね、いいとこのいいスーパーとかさいたよとかさ言うけどさ、全然見たことないんだけど、私こう何年もさ東京にさいるけどさ、本当にさ本当にテレビの中の人って存在するんかなって、いまだにあのいまだに思います。存在してないのかと。思ってしまうんですけど自分的に。見たことないよね、私も本当に本当に芸能人見たことない、見てみたいよね芸能人、超見てみたいんだけど、テレビの人ってもうテレビの人のイメージしかなんか自分の中でなくて、本当にすごいよね、どこに存在してるんだろう、教えてほしい。結構みんなやっぱあるんや、すごいね、すごい、うーん、
へえー、そうなんだ、すごい。てかさ、話めっちゃ変わるけどさ、実家に帰ってさ、超夏芋見つけたんだけど。じゃじゃーん、こちら私が高校1年生かなぐらいの時に、裁縫っていうんだっけ、あれ家庭科の授業を選択してて、その時に作った巾着が出てきました。なんか刺繍をやりなさいっていう課題だったのかな。多分これ私高校生だったんですよ。だから見てください、チーム8だったんで、8、数字の8と動物の8で、なぜかさくらんぼ、よくわからんけど。でこの辺はなんか多分この辺のなんでこうしたのかわからん。ここも可愛いね、ハートとリボンと。でここはなんかお花だし、でここに Y 字ゆりな仰天。やばくない、高校生の時にこういう課題があってこれを提出したんですよ。それが出てきて超懐かしいっていう。しかも蜂のさ、蜂の頭のところが見てちゃんと蜂なんだよ、ほら。可愛くない？飾り縫いみたいな刺繍糸でね、この辺とか、これとかもそうだけど、これとかもそうだけど、やばすぎない？めっちゃ懐かしい。懐かしすぎるんだけど、こんなのよくあったな。まあまあ懐すぎない？なんかそういう懐かしいもの見つけるってさ、なんかすごいすごいさ、なんかあれだね、実家って感じするよね。かだよね、こういうところね。わかる。セーラー着ないんです。着ない、絶対着ない。やだやだ。まだたくさんあるんじゃないかな、実家だからね。たださ、どうなんだろう、あんまりですね。帽子いつ届くの？待つです、待つ。25、26とかには届いてほしいなっていう願望です。7日の12時までなんでね、ぜひ皆さん気になってくださってる方はゲットしていただいたら嬉しいなって思います。
オンラインには間に合わないですね。7日締め切りなんで、はい、ちょっと間に合わない。締め切ってからですから。そうなんですよ。で、総公開に間に合ってほしかったんですけど、間に合わないです。そうなのかな。幕張オーディション、そう、幕張にはね、25か6かなに届く、なんかうまくいけば生産届くっぽいから、それで帽子は私は被ります。うん、私はね。みんなはちょっとわかんないけど、頑張ろうかな。間に合ってほしいっていうふうにお願いしたんですけど、あ、オーくん来た。レアくん、いた。お散歩から帰ってきたよって、みんなって、待ってたって、僕のことって、みんなのアイドルレオくんだよって、イエーイ、レオくんかわいいね、うな、イエーイ。お散歩から帰った匂いがする。うん、おくん、うな、みんなレオくんだよ。レイくんカメラ大っ嫌いやからな。 T シャツの犬です。ほら、あー、かわいい、レイちゃんかわいいよ。うん、かわいい。クンクンしてます、クンクンしてます。あー、はい、もう嫌だな。ごめんごめん。はい、というわけで以上、オーくんでした。あの、もう怒ってクン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 部屋を駆け回っておりますんで、ダメよ、ちょっと危ないんで、そろそろ15分も経ったんで終了にします。ありがとうございました皆さん。じゃあランキング読みたいと思います。13位、クロプリさん、12位まぼろしさん、11位マーニャーさん、11位ガスハド楽しかったよ、ありがとう。9位あきひこさん、8位おかやんさん、7位にきおさん、6位ザックさん、おいしいもの食べてゆっくりできてよかったね、それな。5位沢本さん、パーカー寿司かわいいだって、 Thank you。 4位近いしーさん、3位サウロンさん、2位わたあめさん、そして今日の第1位はならぼさんです。ありがとうございました。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームで、お会いしましょう。というわけでバイバーイ。